はい、皆さんこんにちは、モーリーです。今日もですね、ザード特集の第2弾ということで、セカンドシングルの不思議ねという曲と、素直に言えなくてという2曲をご紹介をしていきたいなというふうに思います。まあ、ザードとしてはですね、1作目の、Goodbye My Loneliness がですね、かなり好調だったわけなんですよ。結婚の理想と現実という、テレビドラマの主題歌にもなったというタイアップのね、影響もあってだと思いますけれども、結構売り上げが伸びたというのが、デビュー作でした。で、ただこの2作品目というのが、一応ね、タイアップとして、マジカルズのパーというね、坂東英二さんがやってる、超人気クイズ番組があって、それのね、エンディングテーマとして使われたのがこの曲ではあったんですけれども、まあ、やっぱりドラマ全盛期の時代というのもあって、クイズ番組のね、エンディングテーマって、まあ言うたらあんまみんな誰も聞かないんですよ。なのでちょっとタイアップの力もなかったのか、売上的にはかなり伸び悩んだというか、まあデビュー2作目なので、そんな普通に伸びてもね、伸びるわけもないといえばそれまでなんですけれども、前作よりもちょっと売上が伸びなかったというふうになってました。まあ、この時の売上低迷に関しては、楽曲自体がちょっといまいちだったのかっていうと、僕は全くそうは思わなくてですね、やっぱり今の時代と全く違うっていうのは、まあ、ビーイングがまずテレビ出演っていうのをほとんどやってなかった。そしてザード自体もまだテレビに出たことがないっていう状態。そして、インターネット自体も普及が全くされてないっていう状態だったので、どうしてもザードというね、存在を見つけることが一般層からですね、見つけることができる状態ではなかったっていうのはまずあったと思うんですよ。ただ歌が良ければ売れるというような時代でもないので、まあそういったね、背景があったんじゃないかなというふうに僕はちょっと考察をしております。で、この不思議ねという曲のね、特徴としては、この 2作品目からですね、正式にバンドメンバーというのが参加をしているというような形になってます。聞いてもらえたら分かるんですけども、結構ギターのね、音っていうのがしっかり入っていてですね、強調されているなというイメージがあります。初期のね、ザードってどっちかって言ってやっぱりこうロックな感じの、坂泉さんがね、求めていたものとね、かなり一致したような、楽曲っていうのが多いんですけれども、まあ、この曲に関しては、まあ、ロックでもありつつもちょっとポップスの要素も入っているので、まあ、ミドルポップというか、その中間地点というような形の歌なんじゃないかなというふうに思いますね。なんで、おそらく長戸さんも、事務所的にもザードというブランドをどうやってこう、ブランディングしていくかっていうのがまだ決まってなかったような感じは残ってるんですよね。ただこの曲はどうしてもですね、僕個人的にはミュージックビデオのですね、坂泉さんのポニーテール姿っていうのがね、もう死ぬほど可愛いっていうのがね、印象として残ってるんですよね。男性だったらね、多分ね、同意いただけると思うんですけども、ぜひね、まだ見たことないっていう人は見てもらえたらなというふうに思います。で、ミュージックビデオに関してですね、ちょっと補足をすると、岩井俊二監督っていうのはまあ、映画とかもね、作られてますけれども、全体的にヒューマンドラマとかを描いていることが多いんですね。要するに人間のリアルな感情とかっていうものを映像化していくっていうものを作り上げている人なんですけれども、まあ、今回のミュージックビデオに関しても、まあ、セピア色で結構独特な色合いにはなってはいるんですけども、ずっとね、坂井泉さんを中心に、撮っている風景とかそういったものを入れずにやってるのが特徴なんじゃないかなというふうに思います。なので坂井泉さんのリアルな感情、そしてどんな人間なのかっていうのがよくわかるようなミュージックビデオになっていて、なんかそういった特徴があるなというふうに思ったのが感想でもありますね。で、この曲のカップリングが素直に言えなくてという曲になっているんですけども、この曲はやっぱりね、最大の特徴は坂泉さんが、作曲をしている数少ない作品になります。確かね、坂泉さんが作曲して歌っているのは4曲ぐらいしかなかったんじゃないかなというふうに思うんですけども、かなり貴重だと思います。まあ、ただこの時代なので、坂泉さんががっつり一人で作曲をしたかっていうと、そうではない可能性の方が僕は高いというふうに思ってまして、まあ、その他の方々がね、サポートしながら共同作品みたいな形なんだけど、クレジットは坂泉さんになってるみたいな形になってるのが現実かなと思います。で、この曲ですね、僕結構個人的に好きで、愛は暗闇の中でっていうのが前作のね、に入ってましたけれども、それと引き続き、よりロックな形での曲というのが収録されているのがこの曲なんですよ。で、ロックといってもですね、この曲はすごくクールなんですよね。なんで、坂泉さんがクールなロックを歌うってね、もうそれを聴いただけで、もう絶対いい曲だなっていうのはね、感じられると思うんですけども、ミュージックビデオもね、ぜひね、見てみてください。坂泉さんってやっぱりロックが好きなんだなっていうのが、すごくわかるような、生き生きとしたような表情で歌ってるのがね、特徴的だなというふうに思ったので、すごく僕はね、大好きな曲の一つですね。
でこれですねちょっと話それちゃうんですけども、あの女性ボーカルのバンドっていうのはこのザードが一番最初の走りだったんじゃないかなというふうに僕思ってるんですよね。例えば90年代後半とか、あとは2000年代かなになると、ELT とかですね、ジュディ・マリとか、マイ・リトル・ラバーとかですね、ああいった形で女性ボーカルでバックに、男性バンドのメンバーがいるっていう形がね、すごくブームになったんですけども、あの、ザードが初っ端だったんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、その前で言うと、リンドバーグとかっていうのも確かにあったんですけれども、やっぱりザードっていうのは結構そういう意味でも画期的なバンドだったんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。で、あともう一つですね、また話取れちゃうんですけども、あの、ザードとワンズ、僕ね、ワンズが結構詳しい人間なので、思うんですけども、この二つのバンドっていうのは結構対極にあるなというふうに思ってるんですよね。それ、なんでかっていうと、ワンズはですね、J-POP スタートからのハードロックに寄っていったっていう流れになってるんですよね。そして売り上げ自体も、高いところからちょっと下がっていったっていう状態なんですけど、ザードは逆にですね、ハードロックスタートの J-POP 路線に、踏み込んでいったっていう形なんですよね。なんで愛は暗闇の中でとか今ご紹介している素直に言えなくてっていうのはどっちかというとロック路線だと思うので、ハードロックを中心とした形になってるんですけども、まあ皆さんご存知の通り負けないでとか、君がいないとか揺れる思いとかそういったね名曲と言われてるやつはやっぱりザ・ J-POP っていう形で、ザードイコール J-POP の路線っていう形でね、イメージされてる方が多いんじゃないかなというふうに思うんですよね。それはやっぱり路線をね変えていったからっていう形なんですけど、あのこの時何が言えるかっていうと、やっぱり J-POP って強いなっていうこの時代ね。でハードロックっていうのはあのまあいいですけども好きなんだけども、まあ、大衆受けはするものではないマイノリティな音楽なんだなっていうのがこの90年代の前半ね、動きを見るとわかるなというふうに思うんですよ。なのでまあ長門大光さん率いるビーイングっていうのが J-POP っていう路線にこだわり続けたっていうのはまあそのね、売上至上主義ってよく言われてて批判も多いんですけれども、やっぱりあのアーティストを打ち出す売り出すためにはやっぱ J-POP っていうのが王道だったっていうのがね言えるんじゃないかなというふうに思いますね。そしてこの素直に言えなくてという曲は皆さんご存知の通り45枚目の、ZARD の最後のシングルとしてリリースもされております。この時は2009年なんですけれども、倉木麻衣さん、ビングに所属している倉木麻衣さんの、コーラスが入った形でリメイクがされてるんですよね。で前もねちょっとお話ししたんですけど、倉木麻衣さんのお父さん、あのこの間の4月にねお亡くなりになったというお話はあったんですけれども、その方がですね、坂泉さんを、スカウトしたのが倉木麻衣さんのお父様だったっていうのはね有名な話なんですけれども、で倉木麻衣さん自身もですね坂泉さんのことをすごくリスペクトしていて、負けないでをカバーされたりとか、あとはライブねライブに参加されたりとかですね、いろんなところで、まあ、好きなんだろうなっていう形の行動が見て取れるんでですね、こういった実力のあるアーティストが坂泉さんをリスペクトするっていうのはやっぱ坂泉さん自身が魅力がすごくて、あとは実力もねやっぱり飛び抜けてすごかったなというのがすごく見て取れるので、そういったところもね注目してもらえればなというふうには思います。はい、ということで、ね、今回はですねセカンドシングルの、不思議ねという曲と、あとは素直に言えなくてという曲をご紹介してみました。ですねこの時期はまだまだビーイングが全盛期を迎える直前の手前の段階で、1991年なのでまだまだなんですけどもの段階ですし、ザードとしてもどういった路線で打ち出していくかっていうのがまだ迷いが見えるなという段階なので、そういったね貴重な時期の歌っていうのも楽しんでみるのもありなんじゃないかなというふうに僕は思います。皆さんもですねこの2曲に関して知っているエピソードとか、持っている感想などなどあればですね、コメントに残していただけるとすごくありがたいなというふうに思いますので、また次回以降も楽しみにしてもらえればなというふうに思います。ということで以上になります。ありがとうございました。